日もよろしくお願いします。立花事務局の中川敦史です。ではですね、このチャンネルではあなたが最短期間で復縁が成功できる成功ノウハウについてどんどんお伝えしていきますので、そして私たち立花事務局は日本で唯一定客期間を一切不要とした最短期間での復縁成功ノウハウ、しかも12万人以上が実際に復縁を成功されたリアルな成功体験談に基づいた、テクニックノウハウについてお話をしていきますので、実際にね、どんな言葉が、そしてどんな文章がその彼女が復縁したいと思ったきっかけにつながったかなどね、そういう細かいニュアンスまでこのチャンネルではお話をしていきます。ですから最後まで見逃さないようにですね、ぜひ復縁の成功の種をこのチャンネルで受け取っていただければと思います。では、数あるね、多くのチャンネルの中で私たちの動画をご覧になっていただきありがとうございます。本日を早速始めていきたいと思います。じゃあ、本題ですね。今日は復縁であることをやめただけで復縁の成功ができましたという、お話をしていこうと思います。この成功者さんですね、女性の方なんですが、年齢は、27歳の方なんです。一つ上の28歳の彼とのお付き合いで、お付き合いの期間は確か2年半とかね、2年以上のお付き合いだったっていうことを最初のご相談の時に教えていただきました。でこの方は、お別れの原因としては、長い付き合いの中でお互いにマンネリして冷めていってしまい、好きかどうかわからなくなってきた、だし俺らもそろそろ結婚を考えるような年齢だから、お互い今のねこの関係をダラダラ続けるのは嫌だし良くないと思うから、お互いのために別れようねと、すごくですね、その彼の方もですね、別れに対して慎重的であったり、そしてすごくしっかり真剣に考えてお別れを選択された。なので別れた後どうすがっていいかもわからなかったし、別れたくないとも言えずに自分も素直にその別れを受け入れるほかなかったということが、この方のねお別れの経緯でお話を伺いました。そしてこの方は僕に相談に来るまでの間に、別れは素直に受け入れたけれども、その別れてから1週間経っても2週間経ってもずっと心の中がモヤモヤしていて、ずっと悩んでいたそうです。友達にもたくさん相談をして、私ってもう一度話し合うべきかな、本当はもっと一緒にいたいということを素直に言うべきかな、みんなに相談をして、その答えがだったら一度会って話を聞くべきだよ、彼ともっとそんな長い期間ねお付き合いをして本気でお互いに好きだったんだから、その乗り越える方法、もう一度やり直す方法はないかなって話し合うべきだよ、そんなことを友達に言われたそうです。でそこから、彼に対して、2週間3週間経った後ですね、彼にやっぱり久々にご飯でも行かない、久々にもう一度会って話してみないと何度も誘いをかけたそうです。ところがその彼の反応は別れた時とは違って急激に冷めてました。最初はごめん忙しいから今週時間作れないんだよね、そんな形で濁されていたのが、2回目誘った時にはいやちょっと今ご飯食べに行くとかっていうのはやめとこうと思うんだよね、そんな風に何度誘われても僕は今はご飯に行けないんだよね、次第に断り方も強くなっていき、そのご相談者さんは彼に誘うこともできずに躊躇するようになって、連絡もだんだんしづらくなり、どうしようと、そんなところで僕にご相談に来たというのがこのご相談者さんのケースです。で僕はこのお話を聞いた時に、あることをやめましょうって言ったのはとってもシンプルで、誘うことを目的にした連絡をやめましょうって言ったんです。いやすごくシンプルすぎてね、そんなことかいみたいな、なんならねこの方のご相談者さんは誘えなくなってきたのにまた誘わないようにして、じゃあそれで復縁できるんですか、そう思いますよね、誘うのを、やめようと言った。でも僕はですね、この誘うのをやめるのと連絡をしないのは全然違いますよと、誘うのはやめても彼と LINE でコンタクトを取ることは推奨させていただきました。理由はとっても簡単で、彼にとって今あなたと会う理由がないから彼は誘われても断っているだけなの。だからその LINE のやり取りの中であなたに会いたい、あなたともう一度話したいと思える理由を作るための LINE をしましょう、こんなアドバイスをさせていただきました。ここって結構目から鱗ゾーンなので、ぜひ皆さんメモを取ってね、やってほしいんですが、理由作りですね、理由作り。実際に復縁活動している時に
このご相談者さんと同じような体験、もしくは同じような行動をしてしまったという方は実際に多いんではないでしょうか。そのなんとか会ってからね、自分のことをいろいろ話したい、もしくは別れた時に、私こういうことダメだったんだよなとか、至らなかったんだよな、あの別れ話の時にはスラスラとね、そのことが伝えられなかったから、いざ振り返ってみて、2週間3週間と自分が別れた、付き合ってからのね、別れまでのこの期間を振り返ってみると、ああ私のここがダメだったんだよなとか、こんな部分解消してたらよかったのになって振り返ると、そうやって思えることがたくさん出てくるから、ぜひともその会った時に、あの時はごめんねって一言言いたくなったり、またその自分自身で、ね、自分磨きをして変わった自分を早く知ってもらいたいと思えば、何とかして誘ってね、会った時にその彼氏さん彼女さんにね、なんとか会った時に気づいてもらいたい、変わった自分を認めて、もう一度彼に彼女にそのやり直せそうだなって思ってもらいたいと焦る気持ちが出るのは非常にわかるんです。ところが皆さんね、会うのはいいんですけど、その彼彼女元彼元彼女さんがあなたに会う理由はその LINE の中で作れていますかということです。いやこれが、いや理由なんかなくたって、別に会えばなんかいろいろ私たち付き合ってたんだから話し合えばわかるんですよってね、いう気持ちも非常にわかるんですが、別れた以上あなたと理由ない状態で会うのは抵抗が強いケースが多いわけです。だからなかなか会えずに苦しんでいたりね、なかなか会えないから復縁が前に進まないと悩んでいる方のご相談を何万件と受けてきました。でそこで大事なのは、会う理由作りをあなたは作っていましたかということですね。会う理由作り、僕はこの LINE の中で会ってから自分の変化を伝えるのではなく、会う前に自分の心境の変化や、会う前に自分のその考えが変わった部分をコンタクトの中に織り交ぜるようにしてみてください。こんなアドバイスをしました。例えばこんな文章を送っていただきました。実は私最近やりたかった副業の勉強をし始めたんだよね、〇〇ってそういうの詳しかったから、なんかおすすめの本とかアカウントとか教えてくれないって、こういう文章を送ったんです。すると彼の方は、今まで、ね、仕事行ってもうだるいなって何もしてなかった、彼はすごく仕事がお忙しい方で仕事熱心な方だったと聞いたので、こういう文章を作ったわけです。接点が持ちやすいようにね。すると彼からしたら、お前なんか副業なんて取り組みたん、そういうのに興味出るようになったんだと。彼にとってもその仕事熱心な、彼からしたら、自分もいろいろたくさん勉強して本読んでたりしていた彼なので、だったらこういう本おすすめだよ、本のおすすめが出てきたり、この人の YouTube を見ると、この人の Instagram 見ると結構参考になって勉強になるよと紹介を受けたそうです。こんな会話をきっかけに、今までは別れたとね、その会う理由はなかったものが、彼との中でその副業やね、仕事の相談という理由作りを行って、ちょっと私この部分苦手だから教えてほしいんだよね、時間がある時でいいよ、そうやって彼と会うようになった。ここで大事なのは、彼は復縁するつもりであなたに会いに来たわけじゃなかったということ。復縁をするつもりではなく、あくまであなた会う理由があったから会いに来た、この条件を作ったことでスムーズに接触頻度を増やしていくことができました。そして大事なのはね、その会っていくにつれて、結果的に会えば彼もやっぱ俺お前のことが好きだったんだということに気づき始めていたそうな。これはなぜそうなったかというと、3回目のデートの帰り際に、今度はさ、久々に2人でご飯でも行かないかで、彼の方から誘われるようになったんです。それまでは仕事のことでお話をするっていう話だったというか、そういうね流れで会っていたので、そのスターバックスのちょっとどの喫茶店に行かれたか分かんないんですが、喫茶店でパソコンを持ってお話をしていたのが、彼からその仕事の話を抜きにして久々にご飯に行かないかと誘われたわけです。もうその時にはね、中川さんみたいな、もう喜びながら飛び跳ねるようにね電話かかってきたのを覚えてまして、いやもうすごいんですよと、ご飯行くことになりますよと、しかもなんか2人の思い出のなんかレストラン、初めてその予約をして、初デートの時に行かれたレストランに行くんですよっていう報告を受けて、結果的にはね、そのレストランの後に復縁を成功されたという方なんですが、今日のおさらいとしてね、大事なのは、あることをやめたっていうのは理由なく誘うことをやめていただいたということなんです。誘ったらダメなんていうのは全くの、なんていうのかな、過度なね
表現で、誘わなければあなたの復縁は前に進まないわけですから、誘うべきなんです。ですが、誘い方って大事ですよねということ。彼が別れた後、彼女さんが別れた後、あなたと会いやすい状態でね、あなたとフラットな状態で会える環境や条件をちゃんと理由付けを作って、言い訳ですよ、言い訳ね。まあ例えば男性の方だったら分かりますよね。女性は言い訳を作ってあげないと、最初誘っても来なかったよなって振り返ったらあるじゃないですか。女性の皆さんだって男性にね、なんか言い訳を作ってあげるだけで一緒に誘ってご飯に行けたよなーなんていう過去の成功体験談思い出してみてください。人は言い訳が言えるようになると、だったらしょうがないなーってついていきたくなるものなんです。その言い訳を糧に、だったらまあ会うのもありだよなって、彼の心や彼女の心は別れた後ぐっと固く閉ざしてたその心がパカッと開き始めるわ。これが復縁のチャンスや復縁の一歩を作るための大事な鍵なわけです。ここさえ作れると、あとはもう なだれていくようにね、ゴロ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 って、もう元々お二人ってお似合いのカップルですから、うまくいくわけですよ。その後僕は何やったんですかって言われると、大したことはやってない。復縁のそのきっかけは作るけれども、あとは二人がチューしたりね、ハグしたりね、あ、お互いにやっぱ俺ら好きだな、私たち愛し合ってんだなって感じ合っていけば、もう自然とそのまま成功していくわけですよ。だからまあ大したことやってねえな中川と言われるかもしれませんが、こんなきっかけが復縁にはとても大事で、皆さんの成功に役立つんだということを、この動画をね、機に覚えていただいて、ぜひ皆さんの復縁活動に、お役立てしていただければと思います。ではね、今日の動画参考になった方、ぜひともグッドボタン忘れないようにお願いいたします。うちの高評価率ね、非常に高くてですね、10人に1人、グッドボタンを押していただいておりまして、本当にいつもありがとうございます。ぜひね、動画見ていいなと思った方、グッドボタンを押して次の動画行ってください。あ、それと最後に忘れましたが、チャンネル登録もお忘れなくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。